アリケン、クラスに一人はいそうなデブチャンネル。ん？まあ、倒せたな。なんだって？うん。アリケンのクリエイターサポートのコードが知りたい？大正解！それが俺のクリエイターコードだぞ。ぜひぜひ登録して、いろんなアイテム買えような。それじゃあ動画へ、レッツラッゴー！よろしくお願いします。僕の声聞こえますか？僕の声聞こえてたらジャンプしてください。喋れませんか？喋った方がビクロイ取りやすいですよ。聞こえますか？聞こえますよ。お願いします。よろしくお願いします。よし。あいつの勇気を返せなあ。今一生懸命喋ろうとしたあの子の勇気を返せ、エピック。バカだれ。あの子が今、どんだけ勇気を振り絞って喋ったと思ってるんだ。クソガキ釣りてえな、クソガキ。誰もいないパターンか。スイッチのことがロード遅い時あるから。よろしくお願いしまーす。ああ、こんにちは。こんばんは。あ、どうもー。こんばんは。どこにおりますか？あ、アリケンさんですか？アリケン？偽物ですよ、僕。マジか。ごめんなさい。今、アリケンに、はい。ゴースティングしようとしてて、はい。失敗しました。ライブやってますか？アリケンは多分やってますよ。これ、アリケン倒しに行くね。これ、リテールローにアリケン降りてる。これ行こう。リテールロー。ヘマオフィンさんしてますか？知りません、そんな人。ブレードなりません。なんですか？ブレードにはなりません。僕は剣にはなりません。オッケーです。敵いっぱいいる。こっち行きましょう。こっちに変えよう。レイジーレイク行こう。俺無理。大丈夫？鼻の中にマイク入ってる人いない？大丈夫？あ、入ってねえ。マフィンと喋りたい人。はいはい。誰？なんて名前？本名でいいんですか？本名は出すな、絶対。じゃあ丸尾で。マフィンと喋りたい？丸尾。はい。でもちょっとしか喋れないけど、いい？はい。20秒ぐらい。はい。喋りに行く、マフィンと。じゃあ。はい。アイビロー君は？私も喋りたいです。喋りたい？はい。でもちょっとだけだよ。これ敵いるよ、敵。オッケー。これ頑張って勝とう。行くよ。あ、もうすんごい量だ。これってゴースティングですか？これゴースティングすごいでしょ。じゃあちょっとフレンド申請送るね。じゃあマフィンと喋りたい？はい。じゃあ質問を用意しとこ。なんて質問する？一個だけ、質問一個だけできよ。できるよ。一回。いっぱいあるけど一個だけ。一個だけ行こう。今考えよ。なんて質問する？早くしないと制限時間が来るよ。早く早く、ほらマフィンいなくなっちゃうよ。早く行かないと。もう行く？もう行く？ちょっと待ってください。質問一個だけで。早く早く早く。よ、頑張れ頑張れ。何歳ですか？できたの。どうしよう。やばい、いっぱい来た。頑張れ頑張れ。倒せ倒せ。やばい。やばい。じゃあ招待するから入ってくるんだよ。はい。もう多分そこにはマフィンがいるから、礼儀正しくこんにちはからだよ。はい。よし、質問も考えててね。1個さあ、どんな質問が来るのかな。マフィンと打ち合わせしよう。マフィン。はいはい。お前が大好きな子2人とフレンドになってきたからさ。ちょっと呼ぶね、ここに。1個質問に答えてくれればいい、1人ずつ。分かった分かった。そうくて呼ぶな。なんて名前の子だっけ。分かったこの木の神じゃね、マジで。おもろいけどさ、ちょっとね、ゴースティングが多いね。いや、やばい、バグってる。さあ、来るかな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ほら、本物だよ。すごい。自己紹介大丈夫？名前覚えてもらうチャンスだよ。あ、丸尾です。よろしくお願いします。ムイピロです。ムイピロさんと丸尾さん？はい。はい。あ、どうも、こんばんは。質問考えてきた？二人。何歳なの？小学5年生です。ムイピロ君は何歳なの？小学5で17です。11歳。11歳。はい。7個差あるわ。じゃあムイピロ君と大輝君。質問考えてきた、はい、友達呼んでいいですか？友達、ダメダメ、もうこのままもう2人が選ばれし者だから、もうそれはダメだよ。フレンドになりましょう。いいですか？ダメ、お前バカ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 、お前それ失礼だ、はい、お前僕とバカだ、はい、なりたいと。はい。どっちが言ってきたの？はい、僕です。ムイピロ君。はい。違うな。丸尾くんか。はい。フレンド送ってあげるよ、じゃあ。あ、ありがとうございます。正体送ってこないでね。はい。優しい、お前。やったやん。マフィンとフレンドなんて世の中に2人しかいないよ。いや、リアルに85人。ありがとうございます。どうする？どういたしまして。質問しよっか。じゃあ丸尾くん、質問は、じゃあムイピロ
から。ムイピロから、ムイピロ。いいよ、じゃあムイピロから。どうぞ。質問何個ですか？1個。これだけは聞きたいってやつ。アリケン何ですか？いや、マウフィンだよ、マウフィン。あ、オッケー。アリケン。アリケンさんで、アリケンさんでいこうじゃん。うん、じゃあ俺でもいいよ。どっちかにでいいよ、じゃあ。どっちか顔出ししないんですか？それはアリケンに言った？いや、マーフィン。あ、マーフィン。いや、ちょっとしてるけど、まあしないかな。放送事故の。あれは、本当に最近だったね。動画にしたやつね。見てるんだ、ちゃんと動画、ね。見てんだ。はい。それだけでいいの、質問は。最新情報やね。質問はそれだけでいいの？じゃあ、ムイピロくん。ムイピロくんは？ムイピロくんは？だから集まらないんですが、好きな実況者って誰ですか？どっち？マンフィー。あ、僕フリッツさん。ああ、おお、おお、おお、わあ。俺にも聞いて、俺にも聞いて。好きな。じゃあ一番面白いと実況者誰ですか？どっちに聞いてる？両方です。両方か。実況者か、ゲーム実況者か、誰だろうな。フランシスコさん。ああ。一番好きです、僕は。フランシスコさん知ってる？はい。どんな人？ CR。そう。ちょっとは知ってる。おはしすこ。マーフィンさんにちょっといいですか？ああ、どうぞ。ルリさんってどれくらいサイコパスですか？あ、ルリくんはね、まあそうだね、そうね、アリの巣に、はい、アリの巣ファンタ入れるくらいサイコパスだよ。やばいやばいだろ、あいつやべえよな。どう思う？それ聞いて。それだわ。それ聞いてどう思う？いや、怖いっす。怖いよな。はい、怖いよな。じゃあ言ったれ、そんなことやめてくださいって。ルリーさんそんなことやめてくださいって言えば多分やめてくれるよ。じゃあムイピロくん行こう。ムイピロくん、ルリーにやめてもらおう、そういうことを、うん、やめてくださいって。なんかフレンドリクエストがめっちゃ来る。全部友達になりな。わかりました。でもこんぐらいでいい？はい、こんぐらいでいい。じゃあ今日、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね。じゃあマフィー招待する。オッケー。緊張してるのかな、緊張なのかな。